油田新一は、日本のロボット研究者。工学博士、筑波大学名誉教授。知能ロボット研究や移動ロボットプラットフォーム、山彦、超音波、センサー、レーザー測域センサーの開発で知られる。筑波ロボットコンテスト、筑波チャレンジの設立者でもあり、全日本マイクロマウス大会も、第1回大会から、競技委員として貢献した。筑波大学教授。 理事、副学長、産学リエゾン共同研究センター長、芝浦工業大学教授、同室と総合研究所特任教授を歴任し、産学連携活動にも取り組んだ。富士ソフト株式会社取締役や、次世代無人化思考技術研究組合理事長、マイクロマウス委員会委員長、筑波チャレンジ実行委員会委員長も歴任。1948年生まれ。祖父や、父、 兄弟が焚き火好きだったこともあり、油田も高校時代から焚き火を趣味にする。油田は慶應義塾大学工学部電気工学科に進学し、1970年に卒業。同大学院を経て、1973年に東京農工大学工学部電気工学科の助手に着任。1975年には慶應義塾大学大学院博士後期課程を 終了し、不均一 RC 分布定数線路の最適設計のテーマで工学博士の学位を取得する。マイクロマウス大会の名九1978年、油田は筑波大学電子情報工学系の講師に転任。教授の金山博士が前任の電気通信大学の頃から山彦と呼ばれる自立移動ロボットを開発しており、油田もこのシリーズの開発に参画するようになる。 1979年に開催された全国ロボット大会ではロボット、ヤマビコによりコース完走を達成。翌年1980年に開催された全日本マイクロマウス大会の設立にも競技委員として貢献する。また、リアルタイム OS の導入や走行モジュールの開発など研究プラットフォームとしてもヤマビコシリーズの開発を進める。 1985年には金山街道市、油田が研究室を引き継ぐ。1992年には教授に昇進。この年、油田は3回吉行らを巻き込み、学内学生対象の自立ロボットの競技会、つくばロボットコンテストを開始する。テーマは自立移動ロボットが、 校舎廊下の集会コースを回るもので、4月から制作を開始して10月の大学祭で競技を行うスタイルであった。初年度は有志参加で次年度から授業科目となり、課題も数年おきに高度化していった。1999年には改祖により所属が機能工学系になる。油田は2000から2002年には工学システムが狂い超を。 2002から2004年には機能工学系長を担当し、2004から2006年には理事、副学長を務めた。その後の2006から2010年には、同大学の山岳リエゾン共同研究センター長に就任している。この間、研究室では移動ロボットプラットフォーム、ヤマビコが活用され、障害物認識用全方位ソナーリング、確率的な自己位置推定、 自らバッテリー充電に向かうロボット GPS を用いて屋外で事故位置推定するロボットなどが研究開発された。また、油電は産学共同研究も推進。日立製作所のロボットエミには障害物回避制御技術を提供し、北洋電気とは自律移動ロボット用の小型軽量なレーザー測域センサーアーチシリーズの開発に取り組んだ。 さらに、筑波市内の市街地で、自立移動ロボットが決められた道路を走行する、協議会、筑波チャレンジを2007年に創設し、油田は、実行委員長に就任する。なお、改装により、2011年から、筑波大学大学院システム情報工学研究科、知能機能専攻教授、焚火の一例。油田は、ドラム缶で焚き火をすることも多かった。二千十二年三月に、 筑波大学を定年退職。油田は焚き火ができるように、筑波市の自宅に広い庭を持っており、最終講義の翌日には自宅でバーベキューを振る舞っている。なお、自宅の庭では炭や器用による畜炭作りも足しなんでおり、多くの犬や猫に加えて一時はヤギやチャボまで飼っていたという。2012年4月から芝浦工業大学工学部電気工学科教授に、 着任。筑波大学では名誉教授となり、客員研究員としても席を置いた。浅間はじめらも参加した国土交通省の建設ロボット懇談会では座長を務め、土木研究所の昇兵研究員として災害対応を意識した無人化視光建設ロボットの遠隔操縦システムの研究開発にも取り組んだ。2015年からは、 同大学ット総合研究所特任教授になり、2018年からは同研究所客員教授。この間、土木研究所昌平研究院、つくば市顧問、富士ソフト社外取締役、次世代無人化思考技術研究組合理事長、NEDO 嘱託、株式会社デューグ技術顧問なども務める。ありがとうございます。